はい、こんにちは。こんにちは。留置の実験室です。留置の実験室。はい。本日はですね、とあるネタをいただきました。はい。とあるネタとは、お米を炊くという話。はい。お米を炊くといっても、こういう普通の鍋とか炊飯器じゃないそうです。飯盒でもなくて使うのは、これ。ジッパー。ジップロックかどうかわかんない。でもジップロックで炊けるという話なので、ジップロックのような袋、これを使います。 OK、 とりあえずやってみようか。はい、まずこれにご飯、米と水を同じ量入れて15分グツグツと鍋の中に、お湯の中に入れるというもので、とりあえず米を入れていきましょう。はい、では出てきました。はい、これでいきましょう。はい、お米と水同じ量、これを中に入れてください。開けます。はい、入れてください。こぼしたらアウトよ。本当はこれ蒸せ米か研いでお米でやるのがいいんだけど、今回ちょっと測りづらいのでそのまま生米5。ちなみにうちはちょっと上白米よりも5分付きぐらいなのか。これ開いた？うん、見してみ。ちゃんと蓋をしてください。ちゃんと蓋をすー食うってことなんだろうね。しました。はい、見して。入りました。うん、よし、じゃあやってみますか。沸騰したかな、はい、そろそろ。行ってみよう。ゴー。じゃあちょっとギャラリーも増えたところで。これ本当に沸騰したやつ見えるかな。沸騰でしょこれは。いきます。そしたら、はい、入れてみてください。この蓋を。蓋した方がいいのかな。蓋して。はい、15分スタート。ここ。今が赤い。はい、楽しみだ。15分後待ちましょう。ぐらぐらいってます。本当にこれ米になるのかな。まだ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 。ちょっと途中経過。あれ？中が。中のお湯も沸騰してるね。グツ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 なってる。出てるよこれ。中がグツグツなってる。なんか中の米がだんだん盛り上がってきたぞ。あ、こう思った。こんなかすごい。すっごいいい匂いがしてきた。米が炊ける。いい匂いしてきたんだけど、そういったちょっとね嫌な予感がするんだよね。嫌な予感がするんだよね。何みかん食ってんだよ。嫌な予感がするんだよね。はい、はい、よいしょ。でね、父ちゃんの懸念。でん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 。溶けた。溶けた。だけど。米ができてる。米ができてる。食べてみよう。はい。できました。お、米だ。米だってこれどう。お、すごい。どうよ、見えるかい。ほら。自家製米だからちょっとあれだけど。どれ。いただきます。ピントがいい。米できました。うん。水に侵入された気配があるな。あ、でも美味しい。うん。うん。食べるか。美味しい。どう？結構いけるでしょ。うん、ちょっと柔らかいけど、穴開いた割には随分と。あーんって小学校6年生で5年のあーもねえな。自分で領域の実験室だろ。あーんじゃねえよな。はい、感想を。パクった男だろお前。うん、そう、水に侵入したようにめっちゃいいして美味しい。うん。最後いただきます。コシあるね。なんかお茶漬けに感じる。うん。好き。でも炊けたよ。それ穴が開いたけど、水に浸入されたけど。そのおかげでこんなに美味しくなったんだよね。できました。ネタ提供ありがとうございます。また今度やってみよう。今度もう一回ちゃんとやってみよう。うん。これさ、最後は大変。ご飯粒に七人の神様がいるんだろ。最後が大変。よいしょ。また次回頑張りましょう。うん、これだな、これだ、これだ、これだ、これが元凶だ。じゃあそういうわけで、またねー。